どうも、アリスキテラです。今回も7ナイツ2やっていきたいと思います。で、今回は、前回伝説のシャイを、シャイさんの方、入手することができたので、このシャイさんの方、8人レイド因縁の終わりに、適したキャラということで、シャイさんの方編成して、8人レイド因縁の終わりの方に行ってみたいと思います。回復量がどれぐらいになるのかで、ちょっと装備がまあ全然ないんで、とりあえずリザードリアで、まだ全然強化されてないんですけど、お装備して行ってみたいと思います。で、15段階は負けちゃいそうなのでどうしようかな。13段階くらいで勘弁してもらっていいですかね。13段階目に行ってみて、まあ、回復量ですねがどれぐらいになるのか。で、セレナさんと、まあ、カリンさんと、あとヘンリーですね、貴重なヘンリー、まあ、このあたりが、まあ、回復量が上に来てるんですけど、いつもで、この辺と比べて今どんな感じになるのか、試しに行ってみたいと思います。これはスキップで、さあ気になる回復量、装備は結構適当なものがついて、これシャイが2人いて分かりづらいな。今1、エレナの回とシャイが今1位、結構な回復量じゃないかこれ。装備意外と適当、ちょっと集合しなかった、やばい、やられちゃったなこれ。セレナがやられちゃったな。いや結構高な回復量ですねこれ。1位に立ってる。装備結構適当なんですけど、でもセレナが落ちちゃってるからちょっとあれだな、比較対象が減っちゃってるな。うわでもこれダントツで、バルテルが影取った。ちょっと待って、これ死の星避けないと。 OK、 これダントツですね今のところ。ちょっとセレナさんが落ちちゃったのがちょっとあれなんですけど、セレナさんも結構回復できるんで、これ避けないきゃまずかった。全然避けるの忘れてた、すっかり。ちょっとペット使おうか。あとなんか来てる、攻撃来てるよ。逃げて。さああと少しですね、あと 15% ぐらい回復すれば終わる。これダントツでシャイ、セレナが高くなってる。ちょっと待って、セレナずらしてこれ入っちゃうの。危ねオッケー。さあ残り 10% 集合しとこう。今伝説シャイさんの方レベル38ですね。うちとっとっと逃げて。シャイさん落ちた。なんかいろいろ落ちてるぞこれ。負けんじゃないかこれ。やばい、負けそうになってんなこれ。ちょこれ逃げて。やべ、大丈夫、オッケー、いけた。まあ段階低いんで、クリアはできましたね。で、気になる回復量、エレナの回とシャイさんがダントツでしたね。2409K ですね。で、ヘンリーさんが1500。まあ、セレナさんも多分もっと上に上がってくるとは思うんですけど。出る。まあ、ちょっとあんまり参考になる動画になったかわかんないんですけど、というわけで、伝説シャイさんの方8人レイド因縁の終わりでおそらく有効なキャラだと思います。ちょっと動画短かったんですけど、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼しますと思ったんですけど、そういえば忘れてた一つ言うの忘れてました。公式フォーラムの方なんですけど、ちょこちょこ公式フォーラムイベントあるんですけど、今回この CM コンテンツの方ですね、 CM コンテンツの方で、この新パッケージ2種登場っていうのがあるんですけど、それをしてもらうと、まあ、やられてない方は、これ最上級
なんとかスペシャル装備、新パッケージに西が登場ということで、たった一度のチャンス、1日のみ限定予約販売とかっていうのがあって、よくわかんないと思うんですけど、これ、この予約はこちらっていうボタンを押すと、まあ、2種類あるんですけど、2種類ともシリアルコードがもらえます。でそのシリアルコードもらうと、装備召喚券5枚と、地図150枚だったと思うんですけど、それがもらえるので、まだもらってない方はこれやってみるといいんじゃないかなと思います。でまあここの公式フォーラムじゃない、間違えた、オプションの方で、あ、ちょっと私Android なんであれなんですけど、違うかもしれないんで、このクーポン入力のとこを押してもらって、このノーマルクーポンですね、ノーマルクーポンの方で、先ほどのところで表示されたクーポンのシリアルコード入れると、チケットとかもらえるので、まだの方は、やってみてください。というわけで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。